広ソハラ駅無料駐車場原駅は、三重県稲部市稲部町ソハラにある、三疑鉄道北西線の駅である。稲部市を代表する駅である。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、上り線ホーム側に駅舎がある。乗り場番号は割り当てられていない。下り線から、上り西区穴方面への折り返しが可能であり、当駅始発の西区穴方面列車は、 西側ホームからの発車となる。安全側線がなく、列車行き違い時に列車の同時進入ができない。上りホーム側に位置する。自動券売機、自動改札機、自動生産機が設置されている。窓口の対面に待合室がある。待合室は空調機が完備している。7時18時には駅員が配置されるが、それ以外の時間は無人となり、 遠いに駅からの遠隔監視駅となる。駅前広場にはバス停と五55台分の駐輪場が設置される。駅の上げき方に26台分の無料駐車場が設置される。駅舎は近鉄時代からのものであり、ほぼ原形をとどめている。駅舎の新築、改築が多い北西線では数少ない事例である。バリアフリーには構内通路踏切前後のホーム階段部分が 対応していない。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。